こんにちは、藤原です。今回は、YouTube のプロフ設定に関して講義をさせいただきます。恋愛ジャンルでは数本の動画を投稿しているだけの放置チャンネルが目立ちます。動画を投稿していれば、再生数は伸ばすことはできますが、放置している動画のアフィリエイトリンクにアクションを起こしてくれるユーザーはいません。ですから、動画に一度アクセスをしてくれますユーザーが、プロフをチェックした際に、きちんと記載しておくことでリピート率チャンネルの登録者数の増加が見込めます。プロフが概要箇所に長文が書き込めるようになっていますが、簡単な自己紹介、性別を含む、チャンネルの企画主意、動画の更新頻度、集客ページの URL、この4点をしっかり書いていれば OK です。では、どのようなプロフを記載すれば、ユーザーの反響を得られるか？動画の企画にマッチしているプロフでしたら適当です。真面目に記載するのはやめましょう。大前提としまして、身分を明かしてはいけない。というのが、恋愛アフィリエーターの共通のプロフ制作方法です。例えば、あなたが40代の女性でも声が若いと周囲から言われることがありましたら、20代のギャル、でも OK です。逆に18歳でも声のトーンが低い場合などは、32歳の人妻、などにも返信できます。ブログや SNS では、恋愛アフィリエーターが、ネカマ、に化けることがありますが、YouTube では動画という特性上ネカマは無理です。ネカマとは、女性がアフィリエート商品を紹介することで、男性は下心からサイト登録や商品を購入してくれるケースが、多いので男性が女性へ返信しアフィリエートやサイトへ誘導する行為、ネットでおカマ、に返信するので、ネカマと言います。女性という性別で恋愛ジャンルや下ネタ系を企画する動画には、多くのアクセスを集めることができますが、無撮影、無収録、で、テキスト、電子音のみで動画を制作する場合は、女性である必要がありません。音声収録、プチ撮影、の対応ができるようでしたら、あなたの販売したい商品と相性の良い年齢や職業に返信してください。プチ撮影とは、体の一部のみを撮影すること、パーツモデルのイメージです。胸や局部の露出は NG です。あと、お間違いしないでいただきたいのですが、わざわざ化けなくと、名前、地域、など、個人特定できる情報さえ非公開であればあなたの通常のプロフで OK です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。動画詳細箇所記載の YouTube 恋愛マーケティング養成講座では、YouTube を活用して恋愛アフィリエイトで稼ぐ基礎講座を無料で配信しています。ぜひ、お名前、メールアドレスを登録してセミナーメールを受信ください。この動画チャンネルの最新情報は、チャンネル登録してチェックしてくださいね。講師は、株式会社天空の藤原でした。次回の講座でまたお会いしましょう。